どうも、奈良さんベースです。どうも、奈良さんベースです。いやー、小野さん、真っ暗ですよ、周りが。真っ暗ですね。ちょっとね、照明で中は明るくしてますけど、はい、今、ただいまの時刻は4時16分でございます。はい、もうだいぶ走って4時16分ですよ。そうね、過去一ですね、この早朝早起きというのは。何時起きですか？私、2時45分でございます。私は3時起きでございます。あらあらあら、はい、なかなかこの時間に起きることないもんね。こんな朝早くから私を連れ出してどこ行くんですか？フィッシング。そうですよ、ついにですね、朝釣りに挑戦しちゃうというね。そうね、はい、てかコウ君が竿を買ったんですよ、おニューの。買ったんですよ、結局ね、全部一式買いましたよ。半ば半強制的に買うつもりない釣り街に連れてったら、そうなんですよ、店員さんと意気投合してそのままの勢いでほぼフルセット買うっていう、はい、やっぱノリで生きてますから私。俺からしてみたら、しめしめと思って、まあまあまあ、いろんなことを挑戦していこうということですよ。まあ趣味が増えるのはいいね。いいです、楽しいですよ、うん、なんか毎日ワクワクして生きれるし、仕事も頑張れる。あ、そう、それはいいね。まあ今日の釣りのね、釣果がどうなるかは分かんないけども、まあ、頑張って朝の、そうだね、まあ、勝負は5時から8時ぐらいかな、らしいじゃない。朝まつめを狙って、前回はやっぱ昼ぐらいに行くとね、やっぱあんま釣れなかったからね。そうだね、ちょっとそう、今回はどうなんでしょう。まあまあ、ずっとこういうのも何回もやって釣れたり釣れなかったりなんだろうねと、はい、で今日行くところはコーズサーフっていう、はい、小田原で有名な、はい、よく釣れると言われているね、海岸があって、そこのサーフから、はい、まあ、遠投して、サーフって砂浜だよね、砂浜から遠投して思いっきり投げて、ジグ、メタルジグで釣っていこうかな、青物系をね、こう回遊する青物たちを狙って朝からガンガン釣っていけたらなと思っております。でもね、ちょっと心配なのが、はい、コーズサーフってすごい人気なところで、はいはいはい、俺らがちょっとね、この時間でも遅いんよ多分、調べた情報によると。ちょっと遠いからね、距離があるからね。そうね、だから5時着ぐらいじゃん今ね、5時着ぐらいだとね、ちょっとね、満帆で人が一般般で入れないっていう可能性がある、はい、休みだしね今日。そうね、まあまあちょっと行ってみて考えましょうか、うん、トライしてみましょう、はい。まあ、あと我々ね、本当にケント頑張って勉強してるけど初心者なんでね、はい、なんかアドバイスあったらコメントとかで優しくしていただけると。あ、そうですね、釣り詳しい方はね、はい、そんな感じで見守っていただけると。それでは後ほど、チャンネル登録お願いします。うわ、すごい格等間隔で釣り人が並んでおります。やっぱこの時間から来るとダメなのかな。めっちゃ綺麗、野さんが立ち尽くしております。ただこれどうする、どうする、野さんどうする、野さん、野さん、けどさ、もう一個のところにやっぱ早めに移動した方がいいんじゃない。ちょっとバッて見てそこら辺から上がれるとこあるから。ああ、本当だね。いや、ただめっちゃ綺麗、野さん。これやっぱりあれだね、寝ずに出てここで仮眠だね。いや、本当にそれだよ。やっと釣りができる場所に着きました。さあ、小野さん、初のサーフです。初サーフ、初サーフ、そして新しいニュータックル、新しいタックル、ライワの長いですね。 9.6 なんてやつだっけな。釣り人生3回目にして2本目のタックル、はい、さすがですね。まあ、そろそろさ、このジグもね、この間買ったやつ、ビッグバッカー、ビッグバッカー、はい、ちょっと投げてください。あ、いいね。あ、綺麗だね。
コーヒーを入れたいと思います。小野さんがコーヒーが飲みたいんでしょ。飲みます。私はコーヒー、その間に釣ってきてください。そういやケント水買ってた。何？水ある。お水。これがついてる水がいる。そうだ、いるわ、ごめん。小野さん、衝撃の事実。小野さん、あのコーヒーがないです。何してんの。この間のやつ置いてきちゃった。いや、この間のやつ飲んだからね。しかもお湯沸かしてます。え、俺の水使ったろ。あー面白い。というわけで今日はコーヒーなしでございます。はい、ありがとうございます。はい、後で買ってください。じゃあ引き続き釣りの方よろしくお願いします。ベース。え？本当？釣れました。すげえ。釣りました。いいお魚さんよ。いいお魚さん。うん。でもかわいそうだからね。でもちっちゃいからリリースです。しましょう。はい。いや、すげえ。すげえすげえ。ちゃんと食ってます。これちょっと。痛いね。痛いね。痛いね。いや、でもナイスフィッシュですね。ナイスフィッシュ。すげえよ。めちゃめちゃですよ。多分カタゴ。さあ、ケントが、なんでしょうこの子。なんだろうねこれ。がまだ稚魚ですね。リリースしてあげてください。でも釣れましたね。ワンヒット。はい。ナイスリリース。ちっちというわけで、おい、今もうね、9時15分です。おい、はい、もうじゃないけど、まだだけど。まあね、でも結構経ったよ、もうだってあれから4時間ぐらい経ってるわけだから。そうね。はい。いやいやいや、まあ、結果はですね、はい、1匹ずつという。そうね。コウキ君のミニカサゴと、はい、俺のシロギスかな、わかんないけど、なんだろう。うん。もうとかだと思う。ほぼルアーと同じサイズのやつだと思います。アグレッシブだよ。自分と同じサイズの魚食おうとしたっていう、あいつはなかなか。あれだね、いっぱい釣れたらね、もっとなんか美味しいなんかできるかもしれないけどね。まあまあ、1匹ずつ釣れたということでね、前回よりも成長しますね。そうですね、うん、まあちょっと目標はね、食べられるぐらいの大きさのね、魚を釣るっていうこと。はい、この旅は長そうですね。まだ続きますよ、まあ、自然との戦いは。はい、その行きたかったコースサーフがさ、ああ混んでたんじゃないですか。はいはいはい、入れなくて違うところ行ったんだよね。ちょっと祝日っていうのもあってね、今日はやっぱ混んでたから。そう、平日がいいね、やっぱ。祝日に来るもんじゃねえっていう結論が出ましたね。はい、はい、なので、またリベンジしましょう。平日のもうちょっと早い時間、深夜発になるかな。はい、次はちょっとどこへ行くかまた考えたいと思います。はい。
まあ、非常に楽しかったね。楽しかった、充実した時間でした。はい、それではまたね。もっともっともっと投げてあげなきゃダメだよ。ほら、行ったかな、飛んで行ったかな。何してんだよ、ほら引きしようよね。ちょっとそれ怖いから引きしよう。大丈夫、助けてあげるから。血出た。この子どうしよう。早く、ね、早く投げてあげないとダメだよ。ダメ、無理無理無理。引き潮の時に投げてあげないと、もっと飛ばさない。いや、足りんから全然。はい、行ったかな。行って。